すごい、ちゃんとコメントみんな来るんですよね。そう、結構収録の、ね、収録のやつも見てくれてて。あ、通通って書いてある。あ、そうそう。収録用、なんか収録番組が多くなったので、収録用のツイキャスを。こんにちは。皆さん、こんにちは。興味あったらコメントしてくださいね。ぜひ見てください、皆さん。これはちなみに明日分の収録ですよね。はい、明日です。明日です。明日の7時です。はい、だから木曜の7時の定で喋ればいいですね。そうですね。今は夜だと。はい、はい。じゃあ、行きますね。はい。どうぞ。はい、FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。毎週木曜日7時からお送りしております、インパルスレディオ。今週もよろしくお願いいたします。はい、MC のギノワン商工会青年部部長の荒垣です。よろしくお願いします。で、今日はですね、お相手が、まなみんさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう先々週とか先週とかなんか天気の話したんですけど、はい、やっとでね、梅雨らしくなってきたかなと思ったら、最近また暑くて、はい、で今日はとってもまたいい天気なんですけど、まあこれはね、収録の日だから関係ないんですけど、はい、ね、どうなってるかがちょっとわからない。ただ貯水率が心配だったのニュースも、はい、消えて、で一番のホットの話題といえばですよ、はい、まあ放送の日は5月16日ですけど、はい、5月15日は沖縄県の、はい、本土復帰、そうですね、でしたね、はい、でまあだからなんだっていう話なんですけどまあこういう日にね、いろいろと考えたりするのもいいのかなと思って、はい、いろんななんか勉強会とかセミナーとかもなんかやイベントもあるみたいで、うん、はい、で我々も青年経済団体と言ってる中でですね、うん、先輩たちが戦後を復興してですね、はい、商工団体を立ち上げて、うん、一生懸命沖縄県の発展のために尽くしてきたんだなと思うとね、うん、やっぱそういったのをちょっと考えながらやらないといけないし、はい、何より、沖縄県の商工会の青年部って組織ですけど、我々は、はい、来年50周年なんですよ。あ、そうなんですね。そうで、宜野湾市の商工会青年部も50周年なんです。あ、一緒？そう。同じ年にと立ち上げたというか、発足したってことで、50年って半世紀ですよね。すごいですね。商工団体50年前から、特に青年部ですけどね、はい、あったんだっていうことにちょっと驚きなんですけど、はい、まあじゃあここで恒例のインパルスニュースなんですが、はい、最近のちょっとホットな話題というか、内容をお伝えすると、はい、つい先日ですね、沖縄県の商工会青年部連合会の総会が行われまして、今年度卒部される先輩たちが無事に卒業されて、もう最後の授業も終わったと。まあ、この総会って別にね、年度の予算とかそういったの話しかしないんですけど、なんでこの総会っていうのがフューチャーされるかっていうと、青年部ちょっと変わってて、3月までなんですけど、年度末でね、45歳で定年制があるんで、はい、45になったら皆さん卒部されるんですよ。で、ただ、3月末で卒部しても、うん、この、翌月の県の総会までは出席していいっていうことがあってですね、まあ、そこで顕彰表彰、はい、長く役員務めてありがとう、ご苦労様でしたみたいな、そういったのもあるんで、はい、本当ね、ずっとお世話になった先輩たちが、もうこれを最後に本当にもう青年部から卒業して、はい、全く来なくなるっていうのがその総会なんですよ。はい、本当に最後みたいな。そう。でそれがね、ちょうど、月曜日に名護で行われてですね、うん、もう今年は宜野湾の先輩たちも4名卒部されて、はい、ちょっとなんか寂しくなりましたね。あ、4名卒業するっていうのはちなみになんか例年で言えば多い方なんですか？少ない方？これは、ね、まだ少ない方なんですよ。いい質問ありがとうございます。いいっていうか、そのやっぱりブームというか世代があって、はい、青年部に入った世代っていうのが多くてですね、この直近、はい、今年と来年、うん、ピークを迎える、はい、卒業のピークを迎える世代なんですよ。はい、だから市町村によっては、一気に十何名卒業されるっていう市町村もあってですね、宜野湾は、はい、去年、一昨年、うん、そのピークを迎えて、まあ、今後は緩やかに、
退部する人たちがちょっとずつって感じですね。そう、なんか何年か前、それこそ多分ピークだった時に、そう、なんかすごい抜けたっていう感じを聞いた気がして。そう、本当ですよ。もう大変ですよ。だからね、興味ある人はぜひみんな入ってほしいんですけど、うん、まあ、なかなかね、商工会に入ってないとこういった青年部活動ってできないし、うん、あの難しいんですけど、はい、まあ、別にあの経営者だけじゃなくて、経営者、経営幹部者、いわゆる、うん、まあ、会社の普通の社員でも、うん、あの別に社会勉強ってことでですね、はい、全然入れますので、うん、その自分の会社が商工会に入ってれば、はい、うん、ぜひ入ってほしいなと。45歳の以下のですね、はい、うん、皆さんのチャレンジ待ってますのでよろしくお願いします。まあそういったのがあってですね、はい、いよいよ夏で暑くなってきて、梅雨が、明けたらいよいよ夏の風物詩というか、はい、今年実はあの宜野湾ハーリー大会が復活するっていう、はい、ですね、これはコロナでちょっと中止になってた背景があるんですけども、はい、4年ぶりかな、宜野湾ハーリー大会が、あの復活するということでですね、はい、我々は商工会青年部をお手伝いするんですけども、うん、主催しているのがあのコンベンションセンター周辺の事業所団体通り会がある、はい、あのコンベンションシティ会っていう通り会があるんですよ、はい、うん、そこの、通り会の方たちが主催して、今年はですね、うん、あのコンベンションシティの向かい の、 あの宜野湾マリナってありますよね、うん、ありますね、そこで宜野湾ハーリー大会を行うと、我々青年部もお手伝いさせてもらうんですけども、はい、ちなみに花見さん、ハーリー乗ったことあります？乗ったことはないですね。もう 見るだけ。今年はね、僕ちょっと出たくて、はい、ハーリー、はい、で、あれ10人いるんですよ。右に5人、はい、左に5人かな、はい、うん、なんかね、この2列ですよね。そう、で、まあ、これサイズがあるので、はい、宜野湾ハーリーで使ってるこのサバリというか、そのあのハーリーの船がですね、はい、うん、確かその人数だったと思うんですけど、舵取りだったり、そういったのは、はい、あの宜野湾漁港の方たちだったり、はい、あの我々のこの関係者のスタッフが、アシストしてくれるんですけど、はい、宜野湾ハーリー毎年盛り上がるのが、うん、宜野湾市内だけからの募集じゃなくて、県内各地から全部募集かけるんですよ。で、それで、すごいですね、あの那覇ハーリーでも見たことあるかな、一般の部って言って決勝とかテレビ中継やってたんですけど、はい、この前、うん、あのね、ガチ勢がいるんですよハーリーので、この人たちって結構市町村でいろいろやってるみたいなんですよ。沖縄でハーリー大会っていっぱいあるみたいで、うん、はい、全部はしごして出てるらしくて、あ、そんなことがむしろできるんですね。そうできるみたいで、で、はい、やっぱりその糸満とかそういった那覇とかっていうのは、うん、ウガンバーリーって言って、うん、その海のね、はい、祈願、そう、うん、とかっていう神事ごとで、ちょっと、はい、お祈りのハーリーっていうのをやるのもあるんだけれども、うん、まあ、みんなで楽しもうよってことで、はい、そういう一般の部っていうのが設けられてると思うんですけど、はい、ガチ勢がね、めちゃくちゃ早いんですよ。で、この方たちも結構宜野湾ハーリー大会出てくれるんですね。あ、嬉しいです、ね。なんかね、聞いたら、例えば新入社員の子たちのチームビルディングだったり、はい、このイベントを機にですね、こう結束力を高めるとかっていうので、はい、いや、あの、やらせてもらってますって言うんだけれども、はい、全然そんななんかフレンドリーな、ちゃんとこけみたいな、気合い入ってんな、みたいな。そんなイメージ。そう。いや、でも、見ててめちゃくちゃ早いし、はい、で、あれ、相当な力を持ってる人じゃないと、あの、不利だろって思ってたんですよ。はい、でも、あの、アーミーレディースっていうですね、はい、あの、アメリカ軍のですね、うん、米兵の女性の兵士だけのチームがあるんですよ。この方たちも毎年必ずどこかしらのハーリー大会出てるサークルの方たちで、はい、めちゃくちゃ早いんですよ、この人たち。まあまあ、女性って言っても、兵士だからだろうって感じですけど、はい、結局ハーリーって、僕もこれ見ながら思ったんですけど、うん、めちゃくちゃこの、あの、タイミング、はい、漕ぐタイミングが揃ったら、うん、もう推進力が半端ないんですよ。はい、だから、タイミングの、それ方によって、そう。全然、あの、水をかく力が、少ない、はい、弱い、うん、あの、方たちでも、うん、綺麗に揃ったら、うん、もう何倍の推進力でめちゃくちゃ、もう波に乗るというか、だから、いかにこのチーム力、結束力が大事なのかなっていうのが、うん、あの、ドラを叩いてやるのは、はい、結局あれみんなで合わせてるんですよ。
そう、このタイミング、そうそうそう、タイミングを、じゃんじゃんじゃんと、うん。だから、練習しないとなっていうのはそこなんですけど、はい、我々ね、商工会青年部も、毎年、同じ青年経済団体である JC さん、はい、技能案 JC ってあの青年会議所さんがあるんですけど、はい、もうお友達で、僕も両方入ってるんですけど、はい、一緒に対決したりとかですね、やったりするんですよ。そういったのが毎年結構あって、はい、でコロナでね、やっぱなかなかできなかったのが、いわ今回は4年ぶりにってことで、でしかもね、今年からの新しい取り組みで、はい、理事長もちょっと新しく任期が変わってですね、女性の内藤さんという理事長になったんですけど、まあ、その方の方針で、やっぱりこの宜野湾に観光に来た人たちにも、ハーリー体験してもらいたいってことで、観光客枠っていうのを作ってですね、で、飛び入りでどうぞっていうのをやろうかっていう計画が立ったんですね。ただやっぱりこの、ね、危ないこともあるので、まあまあ確かに。で、また、なんだろう、本当に、軽いノリで、いきなりレースに参加っていうのも、多分観光客の方たちも、いや、そこまではってなるかもしれないので、はい、まあ僕らと一緒に混合で乗ってですね、一緒に混合ぜっていうノリと、プラスもしくはその体験乗船という形で、普通に乗って、漕いで戻ってくるみたいな。はい、でね、あれ250メートルあるんですよ、片道。結構長いですよね。でも僕見てたけど、早いところが、1分半とか2分全然余裕で切るんですよ。早くないですか？そんな速さありますね。ね。だから、一番僕が記憶があるのが、ちょうど5、6年前かな、うん。初めてこの大会というかイベントにお手伝いさせてもらった時に、ちょっと僕カメラ係で、仕事柄カメラやってるんで、撮影してて乗れなかったんですよ。うん、で重量バランスも大事とか言ってですね。うん、先輩なんか、お前は後ろだなとか、前だなとかなんとか言ってたんですけど、はい、俺どうするんだろう、どこに乗るんだろうとか言って。でもワクワクしたら結局ね、写真撮影があるから、いやいや、お前乗ってる暇ないだろって言われて。で今年は乗りたいなと。はい、でぜひ、その、今からですね、募集要項の、案内とかがあると思うので、アナウンスが。はい、それ分かり次第ですね、はい、またこの放送の URL とか、なんかそれでお伝えできればなと。はい、いや、これ、ちょっと楽しみ で、 で。何歳からとかって言ってあるんですか？あ、一般のやっぱエントリーなんで、うん、一応成人男性になるんですけども、で今回一応高校の部っていうのを作ってですね、確か。はい、毎年中学校の部っていうのがあって、宜野湾市内に4つ中学校があるので、はい、この子たちに出場を依頼かけて、はい、4つの中学校で戦わせるっていう、面白いちょっと取り組みもあったんですね。はい、ただ、今回高校にしたのはですね、うん、ちょうど今この高校ってなってる方たちがコロナでなかなかできなかった世代の子たちらしいんですよ。はい、なので今やってみないかってことで、うん、実はその出場者というかしたいっていうのをずっと問い合わせがあってみたいな、はい、で今回復活するからどうですかってことで高校の部っていうのをちょっと作ったと。はい、まあ、それは小さい子は乗ったら危ないとかじゃなくて、うん、やっぱり同世代で戦って、うん、みんなで盛り上がろうよっていうことでクラス分けしてるだけなんですけど、はい、実際は一応高校から。で、一般の部にも、はい、保護者の方とか一緒に乗ってできるっていうのもあるので、はい、ただまあ、一般の部はあくまでも成人男性の部なんで、はい、会社とかサークルとかで出場してもらうって感じですかね。うん、賞金も出るのでね、はい、結構皆さん来てくれるんですよ。すで、全部でね、40チーム。多いですね。はい、募集。でも、結構すぐ埋まるらしくて。あ、でもそのガチ勢の人たち。そうです。ガチ勢の人たち。ガチ勢の人たちが大体20チームぐらいはいるのかな。うん、そう、そうなんですよ。で、そういうのは見ててね、今回はいつも宜野湾市のですね、はい、ハッピーモア市場さんがあるところの裏に漁港があるんですよ。はい、そこが会場だったんですけど、はい、今回は先ほど言った通り、はい、三栄のコンベンションシティさんとか、はい、ラウンドワンの向かいにある、はい、船がたくさんあるところですよね。はい。うん、宜野湾マリーナで行う予定なので、はい、7月7日、日曜日ですね、はい、七夕の日です。七夕の日ね。はい。もうその日ですね、ぜひ来ていただきたいなと、はい、見に来ていただいて、はい、一緒に盛り上がっていただけたらなと思います。はい、で、まあ、本当に、まだ募集開始じゃないので、はい、詳細決まったらまたお知らせしたいと思いますし、そうですね、はい。で、この海をちょっと視察したときにですね、はい、あ、夏だなって思ったのがあって、はい、その曲を結局かけたいんですけど、はい、いいですか？大丈夫ですよ。はい、じゃあお聴きください。パーシャクラブの海のカラタ。
しいですね。ツイキャスの皆さんには今、曲は聞いてないので。聞こえてます。聞こえてるんですか？曲は聞こえてないです、ね。はい。なんか多分、うっすら、あれって感じです、ね。この曲一応有名じゃないですか。有名ですね。あの、私が担当してる沖縄手帳発行人の時間っていう番組のオープニング、うん、もうこれです。あ、そうなんですね。でもなんかちょっとバージョンが違うやつです、ね。うん。なんかの、あれですよね。JTA か。そう。あ、覚えてますあの、書いてたんですよ。ああ。この。これ、相当、僕は1年生と小学校1年生とかですよ。あ、そうなんですね。うん、なんか話だけ聞くのと、そうやって、なんていうんですか、後ろにつくじゃないですか。ああ、はい、クレジットね。あれで、なんか見ましたね。うん、あ、それくらいの時に。確かに、あの時ね、はい、南西航空っていう会社が、はい、その日本トランスオーシャン航空って JT に変わったんですよ。あ、それで社名変更して、完全に JAL の子会社化ではあるんだけども、その離島便を拡充させるっていうのがあって。来たんじゃないですか、ちょうど。ああ、こんにちは。ごめんごめん。ありがとうございます。今ちょうど曲かけてたところなので。何かける？何かける？好きな曲ない？いい？いや、なんでもいいよ。いい？そうなんだ。ずっと苦労した。じゃあ曲、車が入らなくて。止めれないですよね。曲終わったら5秒経って私が合図するので、はい、CM 明けの手で喋ってもらって。わ、うん、かりました。残り時間。うん。あ、そうです。これは、あ、今、ツイキャスになるんですよ。はい、あの、ライブ配信してます。寝ろってきてる。これは関係ない。いや、前の番組。寝ろ、あ、そうだ。すいませんね、ありがとうございます。だから止め。止まりまで。さかなクン。あ、フルでかけてますよね。あ、フルでかけてます。ちなみに、今かけてる曲これ3分くらいですね。なんか流れてるこれでちょっと多分あんまり聞こえないかな。こっちか、こっちか見てるか、うん、これ沖縄のやつ、感謝クラブ、うん、見のかな。こっちでこれ使っていい、これでただで本当に山内さんがまあ、それ相談してから、ね、いいね、この歌、本当に懐かしい。夏ですね、夏。本当に、今ちょうどハーリーの話をしてたんですけど。なのかな、うん、違うかな、違うのかな。そこからのこの曲。いいね。何名が見てるかわかんないんだけど。うん。で、収録だからね。明日からだ。じゃあ今日今これ曲終わって5秒あったら、はい、もうあとはもうじゃあ普通にノンストップでいいんですかね。はい、一旦入れるところあります？で切らなくていいですか？あ、はい、大丈夫です。あと、うん、もし、まあ、曲かけるってなったらそこでまた曲かけてって感じです。はい。わかりました。はい。何の話する？俺が聞くからそれに答えてくれたらそれでいいです。このぐらいの距離で。結構マイク近づいて。喋ってください。自分の声ラジオ拾わないんですよ。やばいだろ。やばいだろ。じゃあ、あと1分で一応曲終わるので、はい、合図しますね、私が。結構パーシャー曲長いんだな。昔、沖縄の昔話って、土曜日の夕方にやってたの分かる？アニメ。分かんない？分かんないよね。わかんないね。日本昔話はやってたんですよ。日本昔話はなんか。けど世代見てないんじゃないですか。わかります。なんか私、沖縄の昔話は。日本昔話やってたじゃないですか。話はあれは土曜日の夕方の7時とか6時半とかだったと思うけど、土曜日の4時半とか。
なんか今拍手に。あ、終わったのかな。じゃあ、あれしますよ。下げやすいじゃあ、あれしますね。どうぞ。はい、FM ギノワンからお送りしております。インパルスレディオ。先ほどはもうね、夏といったらって感じで、パーシャクラブの海の彼方をお聞きいただきました。早速ですが、今日、やっとで出演をしてくれたゲストを紹介したいと思います。私たちの商工会青年部の副部長の神山くんです。よろしくお願いします。こんにちは、神山です。やっと来ました。ずっとね、ずっとこの番組出てって言って、インパルスレディオって言って、インパルスってまあ商工会青年部の意味なんですけど、はい、僕勝手にこの名前つけて、はい、ほぼほぼ個人でやってるような感じで、で、青年部の部員のみんなからも、部長そんなのやってんだって、もうちょっとアナウンスしたらって言ったんですけど、もうちょっとしたらみんなちゃんと正式アナウンスするよって言って、はい、隠す必要はないんですけどね。でも、この番組は、やっぱこの世代頑張ってるよっていうのをお伝えしたいっていうのがあったので、もう彼には出てほしくてですね。神山さん。はい。まあ、普通、ナガーって言うんですけど、ナガーのお仕事、ちょっと、事業所の名前と。いいの紹介して。はい、どうぞ。ですね、宜野湾市愛知にあります、居酒屋ブランコという居酒屋をやってます。愛情とサプライズと思い出作り、最適の場所ですので、でご飯はとても美味しいです。はい。もう間違いないです。ご飯も本当美味しいです。もう、三々丸沿いの、あ、そうです。そうです。そうです。いや、もうね、ブランコって、もうあっち超目立つし、で、どういう人なんだろうと思って、最初、知り合いになる前ですね。はい。で、なんか、青年部入って4年 ?4 年目かな、今4年目。4年目、ちょうど僕もまだ、当時、副部長と筆頭副部長やってて、で、いい人材がいるよってことで紹介してもらって、はい、で言ったらなんかもう絵に描いたような、おお、なんか、覇王色というか、チャラいというか、でもやっぱり統率力だったり、あれだけの箱をですね、動かすってすごい大変だと思うし、飲食って、こうやって仲良くなって、僕もこの飲食店ってこんなに大変なんだっていうのを結構目の当たりにしてですね、その辺ちょっと今日お聞きできたらなと思うんですけど。飲食店の？え？いやいや、仕事のことですよ。大変なところ？うん。いっぱいある？数え切れない。実際、なが何歳から飲食店の世界入ったんだっけ？あ、けど、自分も遅かったですよ。二十歳になってからなんで。あ、けど。二十歳からかな。お土産屋さんで働いてたのはその前？あ、そうそう、お土産屋さん18歳から。その国際通りでね。国際通りの。働いてて。飲食になろうってきっかけは何だったんですか？あ、入ろうと思ったきっかけは。ね、家が隣だったから。バイト先っていうのは。そうそうそう。もう単純な感じで、ね。本当だけ。でも、それが、実際は今で独立開業して、こういったことになるって思わない。もう当時は思わなかっただろうね、きっとね。もうね、半年で辞めるつもりだったんですよ。マジ？飲食は本当に。形だけ、ちょっと、頑張って利用したかっただけ。だって、その時は、満足いく給料だったんですか？普通？あ、お土産屋がメインだったんで。ああ、じゃあ、被ってる時もあったんですか？あ、そうそうそう、2年ぐらいは被ってる。そう、彼ね、あんま寝ないんですよ。心配で、いや、じゃあ働きで、ショートスリーパーっていうんですか？マジでいつ寝てんのかなって感じで。でも一応、その時からもうすでにそういう生活だったんだね。そう、しかもその時高校生。ああ、やばいだろ。二十歳から高校行き直してるんで。ああ、そういうことね。ああ、通信で危なくて、定時。一応通信で。通信で。あ、そういうことか。あ、じゃあ、それもしながらの、学業とバイトの両立で。そう、だからもう半年だけでよかった。この居酒屋さんとか飲食のちょっとルールがあんまあれだけど、最初から基本的にはこの厨房で入るのか、それともホールとか、それとももうオールラウンダーで全部やってくださいって、大体そっち？うん、大体は、一応希望を聞かれて、うん、ホールがいいって言って、料理したことなかったから、その時。ホールでって言って、ホールで入りましたね。あ、最初は？最初は。なんか、男の子の居酒屋でバイトするってイメージは、うん、板前さんというか、料理やりたいとかっていう感覚で、だったけど、はい、むしろホールも全然あるんだ。もともとお土産屋さんで接客はしてるから、あ、なるほどね。ホールの方がいいなっていう。実際、どうだったんですか？あ、思ってたのと違うっていっぱいあった。うん、いっぱい。意外と楽しいってなって。あ、意外と本当に楽しい。逆にそっちなんだ。そうそうそう。まあ、それはそうだよな。けどまあ、2ヶ月ぐらいして、
じゃあ飽きたんで、やめるって言って、そしたらキッチンに来てっていう。ああ、なるほどね。料理習って、うん、まあ、楽しいなって。じゃあ料理やり始めてから楽しくなったみたいな。あ、そうです。自分が作ったのを食べてもらって、はい、なんかお礼とか言われたら、あ、なんか頑張ろう、こっちが頑張ろうってなって、うん、もうそれをずっと繰り返して、なんか独立したくなりました。なんか先週のちょっとゲストの方も同じ部員なんですけど、はい、お蕎麦屋さんの石川さんって方で、やっぱりこの自分で作ったものをお客さんに提供して反応とかリアクションがやっぱ自分のモチベーションになるって言った話があるんだけど、実際居酒屋のこの空間って今自身のお店でもちょっとなんていうかな、気にかけてるところというかこだわってる場所、あ、こことかで、絶対居酒屋なんて普通は作っててお客さんの反応なんてなかなか見えないでしょ。じゃあどうだろう、そこしか気にしてないからな。あ、逆にね。いや、そこしか見てない。やっぱそうよね、うんうん。やっぱそういった反応が常に自分たちの改善点につながるってことで。そうそうそう。あ、これはじゃあ全社員とかスタッフにもそういうふうにも通知して、目を凝らしとけよっていうのは言ってる、ね。だから残って帰ってきたやつとかは。ああ、ご飯がね。ご飯がね。お腹いっぱいで残す時もあるでしょ。飲みすぎたとか。はいはいはい。気になるよね。ああ、明らかに味がまずかったのか、うん。どうしましたって。なるほどね。お互いちょっと気まずくなる。あっちは本当お腹いっぱいだったけど。いやいや、なんかこういうふうに、やっぱ愛のある居酒屋さんが、なんか嬉しいじゃないですか、使ってても。はい、本当にオペレーションをこなすだけで、はい、こんな言ったら悪いんだけど、ただ、もう言われた通りに動いてロボットが、はい、ごのようにこれは何なのっていう。そうそうそう。で、まあ、正直ね、そういったところよりかは、お客さんの反応とかもいちいち気にしてくれるっていうのは、こっちも嬉しいし、ありがたいし。で、何より、ブランコ、天ぷらが僕大好きで。おー。だから天ぷらって、はい、まあ、沖縄の居酒屋だったから、沖縄のフリッターみたいな天ぷら、はい、ね、って思うけど、ブランコの天ぷら、ちゃんと日本の本当の、はい、本土の。日本の天ぷら。そうなんですよ。そうですか。そういうのもちゃんと学んだっていうか。本読んだ。そっち本当、独学全部。あ、その時、だってあんま YouTube はあんまなかったから。ああ。本読んで、自分で試して。いや、今、ちょっと、ブランコって、細かいメニューもいっぱいあるんですけど、はい、全部美味しいんですよ。で、僕は揚げ物結構すごくて、うるさいわけじゃないけど、こんなになんか丁寧に綺麗にやってくれるところってあるんだって、初期の話に行ったことで。はい、だから僕が来た時には必ずなんか揚げ物、どうせ茶色いもの好きでしょみたいな感じで、だからちょっとブクブク美味しくなっちゃって言ってるんですけど、ただね、ちょっと皆さんに今日お伝えしたいのが、ブランコ毎週日曜日にやってますよね。そうなんですね。毎週日曜日お食事が半額ですね。すごくないですか。すごい。日曜日に毎週日曜日、この、まあ、LINE 会員、まあ、すぐまあ登録できるんですけど、本当に2秒ぐらい登録できる。そしたらお食事が半額になります。ファミリーで来てほしくて、子供たちもいっぱい食べてほしいので、はい、まあ、日曜日ぐらいはまた次の日から学校だったり、はい、お仕事だったりとか、はい、その前に、まあ、元気つけてほしいなーで半額。あとお子様メニューがあるんですよ。0円です。0円。すごくないですか。小学生までは。まあ、だから幼稚園生とか保育園の子たちとか、ね、ちっちゃい子たちが、まあ、食べ、ちっちゃい子のメニュー、お子様メニューあるんです。6品ぐらいあるよね。うん。あれはもう0円。子供たちが食べれるようなうどんとかね、スパゲティみたいなかったよね。そう、もう1回0円になっちゃったんで、あげれないね。あげなくていいけどね。で、この日曜日にこうやって、イベントではないけども、キャンペーンを増やすっていうのは、さっき言ったみたいな、その家族へのっていうのがあるのかな。あ、そうそう、家族で来てほしいし、家族でやっぱご飯食べるって、なかなか僕はあんまなかったんですよ。うん、だからまあ集まれる空間と、うん、まあ来やすいっていうのを作りたくて、うん、素晴らしい取り組みですよね。いや、居酒屋って僕らみたいな世代は、はい、平日からでもこういう青年部活動とか行った後に懇親会とか意見交流会とかって名前を書いてですね、うん、居酒屋で飲むわけですよ、はい、単にね、うん、でもその間ご家族の方たち皆さんね、うん、奥さんだったりお子さんは家で寝てたり、お留守番してるわけでしょ。そうですよね。申し訳なくなるじゃないですか。うん、そういったのとかもね、そう。
いくら青年部だとかなんとか言っても、はい、いいのかと、はい。はい。そうですね。でも、企業理念、もうお聞きしていいですか。うちの。はい。企業理念。はい。愛情。はい。思い出。うん。サプライズ。最高ですよね。サプライズっていうワードがなんかいいですね。僕の甥っ子が、はい、まあ、知ってると思いますけど、あ、はい、大学生で、はい、やっぱね、彼も大学生になって、うん、お友達とサークルというか、同じ、ゼミの子たちと、はい、なんか飲みに行く機会が多いらしくて、はい、で、どっかいいとこあるって、うん、こんな話できる年だったんだなって、いいとこいっぱいしてるから教えてあげるよってことで、うん、ブランコ行きなさいって言って、ブランコ行ったらですね、うん、なんか、多分店長さんだと思うんだけど、うん、トイレまで、なんか、こそっと追っかけてきて、今日お連れ様に誕生日の方いますよね、って。何かサプライズ用意しますかっていうふうに、これね多分 LINE か何かで予約したのかなんかわかんないけど、それで情報を見て、うんうんうん、あ誕生日だってことで、はい、そういう気配りっていうか、すごい聞いてちょっとびっくりして、いや別にうちの甥っ子来るからとか一言も言ってなくて、もう本人がそうだから普段からそういうことしてるんだと思って、うんうん、ブランコって、はい、ええー、と思ってですね。すごい。で、このうちの甥っ子も、あ、そうなんですよって言って、うん、ぜひお願いしますって言って、はい、でその話を聞いたんだけど、うん、お前それってすごくないかと。うん、お前なんか店員さんに言ったのってのなんか言わないけど知ってたみたいな。いやいや、そういうリアクションじゃないだろうって。当たり前じゃないだろうって。だけど考えたらそうだよねみたいな。だからそういう、この、なんだろう、外食の文化っていろいろあると思うけど、うん、この居酒屋でご飯食べるって、あるようでないような話だし、うん、けど、どっちかって言ったら、おじさんたちが集まって、はい、ワーワーしてるようなイメージの感覚だったのを、ね、やっぱりこの子供たちとか、うん、カップルでも、はい、で、仲間同士、友達同士でも、一緒に盛り上がって、同じ空間共有して、楽しい時間を過ごしてほしいっていう、うん、このブランコの姿勢に、僕はちょっと感動しましたね。すごい今の話は、ね、本当にすごいですよね。すごいですよね。うん、いやこんなチャラいのに。いやでも彼は統率力とか後輩からも好かれる、うん、やっぱり力もあって、そういったのはもう僕も学ばせてもらってるので、うん、実際今ピークの時って何名ぐらいでおかしい？ブランコ。忙しい時。1日。うん。だけど多いですね。まあ金曜日とか土曜日とかって。たくさん多いときって。14とか15。15名のスタッフで運営してるんですね。そうそう。ここね、いっぱいいないと、バックなっちゃうからね。だって、マックス、あっち今、何件、何組入るんだっけ？人数は160とか、170とか。だからね、この大きさが大きいから、その昔はね、長田の方にね、ブランコを最初オープンして、今移転してきて、移転してきてもう何年経ちます？移転して5年、うん、6年目かな。うーん、やっぱこの330沿いのね、はい、看板側もなんか目立つから、うん、ブランコって言ったらもうあそこっていう感じで、うん、ね、分かると思うんですけど、いやなんか今後 どうします？居酒屋って他にも何かやるんですか？居酒屋は増やさないかな。食堂やりたいので今は昼間のってこと？お昼、あ、そうそう。あ、お昼。お昼。ランチに殴り込む。あ、いや、この雇いたい子たちがいるので。はい。あ、そっち。すごい。マーケティングとかニーズとかっていうよりかは、そういう、あれなんだ。支援だ。あ、そうそう。仕事できてない子とか、うん、学校行けてない子とか、そういう子たちをちょっと、まあ、外に出したい。ね、あ、雇用口を作りたいみたいな意味で食堂ですか？そう、で、まあ、ずっと飲食なんでやっぱ飲食の方がやりやすいけど、はい、まあ、夜とかだとね、この子たちも、まあ、ずっとお家にいるんで、まあ、引きこもりの子とかもいるので、うん、まあ、お昼出ておいでっていうのでちょっとランチっていうか食堂とかやりたいな。昼間出た方がやっぱりいいよね。夜は寝た方がいい。俺らが言うのもなんだけど、ね、夜中中夜でやってる俺らが言うのもなんだけど、夜は本当寝た方がいいよね。で、昼間太陽浴びて外活動した方が絶対ちゃんと朝起きて夜は寝た方がいい。やっぱり
社会がどうやって動くんだっていうのはもろに分かったし、すごいとっても普天間、まあ普天間のみならず宜野湾地域を盛り上げようとしてる、この飲食店でやっぱりね、地域が盛り上がってるし流行ってるっていうのもそのアイコン的な存在になると思うから、ぜひ頑張ってもらいたいんですけども、まあそういった流れでですね、勝手にですけど、まあ今一緒にずっと週5、6ぐらいのノリで毎日会ってるので、まあ同じ今役職ついてて、副部長と部長で、同じ青年部を動かしてる運営するメンバーで、大変なんですけど、まあそういった面も含めて、ちょっとこれからもよろしくっていう意味を込めて、ちょっとこの曲をかけたいと思います。ケツメイシで夕日。今流れてます。ね、お、懐かしい。でしょ。世代の曲。なんかてっきり食堂メニューの何かをやりたいのかなと思って、食堂やりたいのかなと思ったので、ね、ビジネスとかもちょっと考え方もたけてて。はい、もうどんなしたら利益を生むかっていうのがすごく、あ、商売人だなっていうところもあるんですよ。だから僕も今そっちを考えして、とか、昼のこの職種行くんだと思ったら、はい、あ、そういうことと思って、なんか知り合いになんか宜野湾にもう少し食堂が欲しいって言われたんですよ。そこに出しましょう、はい、だからその宜野湾の子で食堂っていうのはもう本当の食堂、ランチ食べる、なんだかんだなんか宜野湾あんまりないよねみたいな、食堂っていう食堂がないかもしれないですね。そうですね、なんかザ食堂みたいなのはなんかおしゃれなお店とか結構、カフェとかねっていうのはあるけど、うん、それはそっち系を考えてるの、うん、まあ本当ザ食堂、まあ、その本当に引きこもりの子たちを集めたよ、外に出したいから、なんか接客とかも多分下手くそでしょ、人と喋るの苦手、そういうのをコンセプトですよってのももう打ち出すから、それは打ち出して、お客さんもそのまま待ってくれるような感じ、すごいね、注文を間違える喫茶店の新しいバージョンだ、ね、あんな感じの、いいねいいね、あれはなんか認知症とか高齢化社会のあれだったけど、ね、実際若年っていうか若い子たちでも今結構ね、精神トラブルだったり、このコミュニケーションがちょっと難を抱えている子たちって結構多いみたいな感じの喫音。これフルで投げられるんですよね。はい。あと10分少々ですか。あと、あ、そうですね。あと、で、曲は。曲あと1分半なので、そうですね、この曲終わったらあと10分くらい、うん、わかりました。もうすぐ始めるの、まだまだ、もうちょっとしてから、今なんかこの中学生とかどうやって雇えるのかっていう、ああ、雇うというよりかはそのボランティアみたいな、ちゃんとね、けど働いてくれた分は給料払わないといけない、払うでしょ、だからそのどうやってんだろう、子役の人とかどうやってやるんだろうっていうのを今聞いてる。なるほどね。ちゃんと自分で働いた分は報酬としてもらえるっていうのを経験させたいし、そうそうそう、自分で動いて働いてお金を生み出すっていうのがどういうことかっていうのも体験できるし、でそういった難を抱えてる子たちっていうのもこういった場を、機会を増やすことによってちょっとずつ社会に、そう、まあ、リハビリじゃないけど慣れてくれれば外に、実際やっぱ多いんだ。多いね。じゃああと20秒で曲終わりますね。はい、また合図しますね。はい。ヒーローがよくいるんだ。はい、お聞きいただいたのはケツメイシで夕日でした。なんか熱い歌詞もあるし懐かしいなと思って
かけましたけども。まあ今、新しい取り組みにね、チャレンジしようとしてる、先ほどの長野の話も聞いて、実際その、高齢化社会だどうのこうのって言って、まあ別に先輩たちをね、あれする、下げるわけでもないし、大事なのはわかるんだけども、長野とちょっと普段からいろいろお話ししたときに着眼点が、やっぱこの、10代の子たちの支援をもっと本気で考えた方がいいっていうのをよく言うんですよ。で、実際はやっぱ、この犯罪に巻き込まれたりとか、いろいろと悩んでる子たちとかっていうのがいる中で、大人としてどう関わっていくかっていうのをちょっと真剣に、なんか考えてくれてる場面が結構あるので、チャラいけど、かっこいい、なんか持ち主、心の持ち主だなと思って、実際なんか、そういうのって、言える範囲で、別に具体的なのじゃないけど、自分でも解決できなかったりとか、悔しい思いとかも結構あったりするんです。相談を受けてですね。ありますね。ありましたね。で、実際は、そのためにね、今、青年部活動も頑張っていただいて、ちゃんと、真正面から向き合って、どういうふうなアプローチで問題解決していくかっていう、なんか社会のルールというか、まあ、めんどくさいとこもいっぱいあるんだけど、分かったと思うんだけど、実際この飲食店やってて、そういった子たちをやっぱ支援していきたいっていうのは全然変わらないです。今後もどんどん増やしていきたい感じ。あ、そうそう、今後はそういうのじゃないかな。うん。やりたいの。で、実際どうです？沖縄の子たちってやっぱなんか今ほら、東京とかでは東横問題あるでしょ、うんうん、沖縄もあってもおかしくないだけど、実際あるのかな？あるある。なんだろう。あんな人が集まらないからだけど、うん、まあ、東横を散らしたような状態でしょ、沖縄は。あんなですよ、結局は。だから去年、ちょっと話題になった、はい、映画がありましたよね。ああ、はい。遠いところ。はい、うん。だから、まあ、あれは本当にもうリアルな、沖縄の現状っていうのを知ってほしいっていう、そのメッセージがあって、うん、ただ見たらちょっとしんどいとか、うん、疲れるっていう話で言うけども、はい、うん、それだけじゃなくて、実際そういったのをやっぱ知ることによってっていうのもあるけども、うん、実際、なんだろう、関係ない人たちとかっていうのは、かわいそうとかなんとかっていうけど、うん、実際じゃあ何をやればいいのかって、取り組みが難しいと思うんですよ。で、その時に、ナーガ的に今後なんか、やろうとしてる取り組み、具体的なもの、さっきの言ったみたいな、この仕事して、うん、経験させるっていうのを、そう、出していきたいっていう。そう、経験させたり、もう知識をつけてもらわないと。その子供たちはね。うん、だそれが学べる環境を作らないといけないけどね。うん、なんかそれを大人がもうちょっと気にかけてあげないといけないし、うん、やっぱ人ごと、まあ人の子だし、うん、人ごとでしょ。うん、ダメだよね。そうよね。自分の子はやっぱ自分の子であれだけど、まあ、もっと言えば、自分の子ですらちゃんとできてない人たちも多かったりって、これはもうあんまり他人が言うことでもないんだけども、その お父さんお母さんたちもやっぱね、心の問題抱えてて、大変な人たちもいるから、その人たちにもやっぱケアっていうか、一緒に頑張ろうっていうのも大事だと思うし、ただやっぱりそれをなんか他人任せでどっかがやってくれるだろうじゃなくて、みんな自分ごとのように考えていこうよってことよね。まあ、実際、やっぱ、飲食の仕事してて、食ってやっぱ成長には大事でしょ？うん。そういったのって結構。食べるっていうのは大事ですよ。まあ、生きることなんでね、食べるっていうのは。お金稼ぐことも、やっぱ食べることも生きること。そうそう、だし食べたり、この食部の食もそうだけど、働く、食べる、うん、ちゃんとお金稼いで、使ってみんなで遊ぶ思い出作るは、もう大事。これだけでいいんじゃないかなと思ってるけど。うん。実際今、働いてる、バイト生も含めて、最年少は何歳ぐらいですか？二十歳ぐらい？大学生？そうね、18歳がいるよ。うん。この子たちはどんなですか？入ってなんか楽しそうにやってます？うん、うん。まあ学校メインなんで、まあ、学校行きなさいって言うんだから、まあこっちで教えきれること、社会のルールじゃないけど、そういったのは、ちょっとずつ、まあ成長してるんじゃないかなとは思うけどね。なんかめんどくさい面も飲食って絶対あると思うんですよ。はい、接客業だし、うん。でも、この心遣いというか、思いやりというか、気遣いが、この本当に、上から目線で申し訳ないですけど、居酒屋さんとか特にもう、
顕著に現れるというか、うん、何にも言ってないのに、ドリンクおかわりいかがですかとか、うん、おすげえ早とか、はい、で別に飲み放題とかだから、うん、別になんかなんだろう、いっぱい増やすことが方が利益になるとか、はい、そういうことでもないのに、そういうのをなんか普段から多分トレーニングされてたり、そういうの気づけよっていうふうに、もうあるんだろうな、教えとしてと思って。だからそういうのをやっぱ学ぶことによってね、普段の実社会でもね、生きていけると思うし、そう、実際それはもう、ナーガンもそうだったっていうこともあるのかな。うん。あの、いや、お土産屋さんで働いてる時から。そうね、でも、あなたは陽キャだよね、絶対で。陽キャ。うん、どうだろう。めちゃくちゃ陰キャじゃない。え？あんま外に出たくないんだけど。いやー、まあ確かに人見知りはね、しないけども、うん、あの、やっぱりいろんな人もできたと思うから、うん、それなりに多分、センサーは、あるね。ね、鋭いんじゃない、うんうん、まあ、そういった兼ね合いで、多分、こういう人には気をつけるよとか、いろいろデータあるでしょ。選手やってて、そこから飲食の接客に来るくらいだから、やっぱ接客が楽しかったのかなっていうのはすごい感じます。ね、ですよね。うん、だってほぼほぼ観光客じゃん。もうほぼほぼ観光客だったね。だってお土産屋さんって国際通りでしょ。そうそうそう、うん、だって、何を売るの？普通に買ってくれるんでしょ、みんな。青森。青森屋さん、どっちかさ、メインは。ああ。そこで何を覚えたの？この人との話し方。接客に対して。こういうことを言えば興味引いてくれるなとか。まあ、まあ、セールスのあれもそうだけど、うん、まあ、何求めてるのかとか、うんうんうん、実際やっぱ沖縄で買ったら全部お土産になるさ。そうだね。星砂でもね、そうだね、拾ったもんでも。そうだね。それをちゃんと持って帰って、まあ、持ち帰って飲んだりとか人にあげたりするわけでしょ。うん、その時なんか、いい、何これってならないようには、ね、うん、なるほどね。これは売る側としてもね。そうなったら、気の使い方っていうか、何求めてるかは、あ、察知する。なるほど。うん、そうよね。ただもう、あ、これいいですよ、あれいいですよって、嘘つけってなるから、ちゃんとそういったのはやったの。そう、高いのっとけばいいやじゃなくて。なるほどね。でもそういう、やっぱ接客業って、僕なんかもある意味接客業だけど、変にお客さんの懐に入りすぎず、背景を考えて、こっちは話するんだけど、逆にそれが失礼にあったりするときもあるじゃないですか。で、その距離感の取り方って大事じゃないですか。うん、この距離感の取り方が今の若い子たちってみんな下手くそっていうのを、これ言い方で言葉選ばずに言っちゃうとあれなんだけど、そこをね、やっぱ経験なんだろうなと思って。うん、でしょうね。何にもわからないで、いや、それお前失礼なこと言ってるからっていうのとかもいるし、そこを気遣いっていうこともあるし。すごい子いっぱいいるよね。そこは一つ一つってことですね。まあじゃあ今日、長副部長来ていただいて本当にありがとうございます。そろそろお時間ですね。はい、そうですね。いやいや、今日も本当にありがとうございました。まあ、インパルスとレディオですね、こうやってたくさんのゲスト毎週呼んで、なるべくその、我々世代が今こうやって盛り上げて頑張ってますよっていうのと、プラス、まあ、独立考えてる方たちもいるだろうし、うん、でもやっぱりそういった子たちを応援したいし、我々としても、自分たちが儲けるためなのは、間違いないんだけど、自分たちだけ一人勝ちじゃなくてね、みんなで頑張って盛り上げていこうっていうのもね、あるから、そういったのをちょっと紹介したいなと思うので、来週もまたお付き合いください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。いやいやいや、いい話ができましたよ。ありがとうございます。